バッグのセレクトショップダンゾーのシシドです。サハラです。よろしくお願いします。はい、サハラさん、今日はこちら、はい、何の企画をいきましょう。はい、最近たくさんミニ財布を売られてると思うんですけども、はい、その中でもどれ買ったらいいかなっていうので悩まれている方多いと思うんですね、うん、はい、なのでダンジョーではおすすめの3つの用途別に分けてこの3つの財布をご紹介させていただきます。はい、はい、ではまずこちらのお財布ですね。こちらアメトルキャレっていうブランドの財布になるんですけれども、はい、こちらは一番長財布に用途が近い形なので、まだ抵抗がある方とかにはかなりおすすめです。すぐトライできると思うんですけれども、うん、なぜかというと、まず小銭もちゃんとしっかり入るところがあります。うん、はい、大きく開いて、ね、そうなんですよ、使いやすそうですね。なので今のお財布からそのままこちらに移動させて使うこともできますし、はい、でやっぱ気になるお札なんですけど、うん、お札もちゃんと長財布のままこう同じような状態で入れることができて、三つ折りとか二つ折りしなくても収納可能です。はい、うん、はい、で最近多いカードなんですけど、カードもそのままこう入れることができるので、もう本当に長財布そのまま入れ替えて今すぐこれに入れ替えっていう形もできるので、はい、かなりこう今のものと2つで2個持ちで、うん、このちっちゃいバッグの時はこちらっていうことができるのでおすすめですね。そうですね、本当使いやすそう、はい、そうなんですよ、うん、そのまま移行できますね。はい、うん、で厚みの方がこれくらいなので、はい、少しまあありますね。ちょっとだけやっぱりお札とお財布、うん、お財布というか長財布ですね、はい、長財布とあと小銭も入りますので、これぐらいの厚みはやはりちょっと必要なんですけれども、はい、すぐにトライしやすいということでこちらまずおすすめいたします。はい、はい、うん、ミニバッグにも入りそうですね。そうですね、うん、はい、ちょっとポケットは難しいかな。そうですね、うん、私の方が今日スリムなバッグを買ったんですけども、ポケットこちらのポケットだとちょっとやっぱり厚みがあるので、はい、ちょっと入らないんですけども、ゆとりがある、うん、私今日ね、ゆとりがあるんですよね。そうですね、こちらだとゆとりがあるから、はい、もうこうスポンとスポンといけちゃいますね。はい、ファッションによって、うん、そのまま入れたりもできるかなっていう感じですね、うん、そうですね、はい、はい、で次はこちら、はい、ラルコバレーノっていうブランドのお財布なんですけども、はい、先ほどと違ってかなりスリムです。うん、薄いです、はい、そうなんですね。まず一番違うのはスリムっていうところなんですけども、はい、でも機能的にはちゃんとこちら小銭も入ります。しっかり入ってますね。そうなんですよ。で、じゃあお札はって思うんですけど、お札もここにしっかり入ってますね。はい、はい、入ってます。で、カードもここにちゃんとこう3箇所差し込むとこがあるので、先ほど のこちらのお財布よりも少し小銭だ、例えばちょっと少なめだったりとか、ーカード収納が少し少なめにはなってますけれども、十分外出時に問題なく使えると思います。そうですね、はい、うん、これからキャッシュレスにしていこうって方はそうですね、いいですね。 お札も小銭も持ってて、ね、実際そんなに使うことないなっていう方は、ね、うこちらがおすすめですね、はいはい、こちらだと、まあ、かなり細身のパンツとかでもいけると思います、うん、私だと、ね、うん、後ろのポケットなんですけど、はい、ここにもすっぽりと入るので、スッといきますね、男性の方とかでも、うん、こうおすすめだと思います。ほんと、はい、そうなんです、ね、これはいいですよ。やはりスリムならではですね、うん、こちらですね、胸ポケットに入れても邪魔にならないですし、はい、そうですね、うん、女性の方はね、クラッチバッグとか、はい、ね、ミニバッグ、結婚式とかそういう時とかもおすすめだと思います。すごい機能的ですね。そうですね、はい、本当これね、手前に IC カードを入れたらそうなんですよ、もうこれだけでピッと受けちゃいます、ね、そうですね、電車とか楽楽ですので、はい、はい、コンビニもいいですね。そうですね、これだけ持っていって、いただければ全て会計とかも問題なく済むと思います。本当すごい、はい、うん、ですね、見た目も可愛いですもんね。そうなんですよ、これ2色使いになっているので、はい、他にカラーもありますので、うん、また商品ページで見ていただければと思います。はい、はい、で最後ご紹介するのが、
はい、かなりスリムになってます、うん、これまたすごいですね、はい、そうなんですよ、うん、こちらはもう完全もうキャッシュレスでいきますっていう形、うん、におすすめです、はい、なので見た目本当にカードのみにはなってるんですけども、うんですね、はい、なんですがやはりちょっとやはりお札とか持っておきたいなっていう方はこう三つ折りにしていただいたお札を、うん、このあまりこうお札が見えるとっていう方だとこの一番後ろのこのカード収納のところに入れていただいた上に、まあ、カードを入れていただくとか、はい、あとはもうこれ自体をカード収納としてあの持っていただくっていう形も OK だと思いますし、はい、あとはスリムなので、うん、例えばこういう長財布普段持ってる長財布の方にもうそこっと入れていただく、うん、はい、こういうふうに入れていただくと、ね、そうなんですよ、うん、なので用途別で分けていただくとか、はい、普段はこう現金で払うけども、うん、このカードの時だけこれでパッと使うとか、うん、もしくは、外出時にこれだけ持って出たいのでもうこの中に入れておくとかっていう方法もあると思います、うん、そうですね、はい、ウォレットインウォレット便利です、そうですね、うん、はい、もちろんこれは薄いので、はい、の先ほど入れたあの、うん、ポケットとか、はい、で私みたいなこう、うん、細身のパンツとかでもこれだとスッと入ります入ります、はい、なのでもうこれをこのままこのまま外出していただいて、うん、お支払いの時だけ出していただけましたら、はい、はい、スマートですね、かなり、うん、スマートですね、はい、おすすめです、はい、はい、男性陣はこれ嬉しいお財布だと思いますよ、うす、ね、もうプレゼントしてその方がどう使うかっていうことなんですけども、うん、もうカードケースでもいいですし、はい、名刺入れでもいいと思います、うん、で先ほど紹介したように、うん、あのクレジットカードなどを入れていただいて使っていただいてもいいと思います、そうですね、はい、クリスマス近いからね、そうですね、ちょっとこうプレゼントにこうね、そうですね、候補にあげてもらってもいいと思います、喜ばれると思います、はい、うん、もうこれ実際私欲しいんですよね狙ってたんですね、うんうん、いいと思います、そうなんですよ、かなりね人気なので、うん、ちっちゃいバッグとか旅行行った時特にそうなんですけど、いいですね、身軽に動きたいので、小さいバッグに長財布は ね、どうしても長財布に合わせてバッグが大きくなっちゃう、そうなんですよ、そうするとお土産とかも、うん、そうなんです、うん、そうなんですよね、それでちっちゃい財布だとちっちゃいバッグで済むの で、ね、本当に行動も楽になると思います、うん、はい、便利ですよ、はい、うん、そうですね、どんどんちっちゃいお財布になっていくのではないかなと思うんですよ、そうですよね、そうなんですよ、だんだんね皆さん薄くなっていくと思います、はい、はい、でこう皆さんの用途に合わせていろいろ当店の方でも紹介しているので、はい、よかったら商品ページご覧ください、うん、はい、ご覧ください、はい、それでは先ほど紹介したミニ財布と普段持っている長財布とのバッグの厚みを紹介していきたいと思います、はい、はい、まず長財布なんですけども、はい、必需品ですね、まずこういう化粧品ですね、口紅などとかこういうファンデーションですね、こういうものを入れていきまして、で必需品のこのスマホですね、はい、これを入れた状態で長財布を入れてみます、はい、こんな感じですね、結構結構パンパンな感じにはなってますけど、うん、もちろんこう開閉は可能です、ただまあ上から見るとこんな感じですね、少しちょっと膨らんでる感じがわかるし、そうですね、重さ的にも結構今手で持っただけでも結構あります、うん、やはりこれは長財布の重さかなって感じですね、はい、はい、でこれはこんな感じなんです、今度ミニ財布の方を同じく収納してみましょう、はい、はい、ではこちらミニ財布の方を入れていきたいと思います、中身はもうほぼ今一緒です ね、はい、ではこちらのミニ財布を入れてみます、はい、はい、今入っているんですが、入ってますかっていうぐらいですね、これ薄すぎてちょっと、そうですね、確認が取れないかなっていうぐらい本当に容量が、はい、もう余裕で閉まります、はい、でも本当に財布の厚みではなく、ね、バッグの厚みそうですね入ってますかって感じぐらいの、はい、はい、うん、ですね、はい、はい、上からもどんなです、あ、薄いですね、やはり薄いですよ、先ほどのこの長財布に比べましたら、う
結構違いますね。違いますね。重さもきっと違うと思います。どうでしょう。軽いです。はい、軽いですこれ全然。軽いですよね。軽いです。こっちちょっとね、片手で持つとちょっと手がプルプルしますね。うん、はい。これぐらい違うんですね。そうですね。やはりこれは、ね、おすすめですね。おすすめですね。ぜひミニ財布にした方がいいですね。用途によってはやはりミニ財布がいいかと思います。そうですね。はい。はい。この動画も参考になったよって思われた方はいいねをお願いします。こちらの商品の詳細は下の説明文でご確認ください。そしてこちらポチッと押していただいてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではこちらのお財布のご紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。